どうもポンシュラです。今回はこの前専用ユニフラが実装された極ベジを入れた最新版の紫染めで遊んでいこうと思います。で今回50法と組んじゃってるんで専用ユニフラの基礎なし打者攻防は発動していないんですが、基礎なし打攻に関しては他のフラグで持っているということでやれなくはないと思います。それではやっていきましょう。さあ来ましたね。お相手さんは GT パーティーですね。さあ黄色属性が2体いるんで早いところ反転したい。さあよろしくお願いします。離れましょう。ハラパン行っておいて、あちょベビー何もできないんだけど、これどうしよう。跳ねまして、オッケー、ありがとう。入れ込みね。さあここは極ベジ組んで殴ってチェンジゲージ貯めていきましょう。まあここは通常で押さえておいて50法くんチェンジでいいかな。うん、まあそうだよね、ぶっぱしてくるよね。速圧いっちゃいまして、オッケー入ったぞ。ただまたユニギあるんだけど、こいつ強すぎ。ただここはブラベジ経由してアーツ持ってきましょう。でここで反転して必殺打っちゃいます。いいよ、オッケーオッケー、強い。え、さすが紫染め、火力やべえ。回避見て射撃打っておいてアーツいっちゃおう。即オッケー、これ回避できたのすごくでかいぞ。え、マジで止まんない。ブラベジ経由なんで連続で打っておいて、よし落としていけると。でもう一回ブラベジ経由しておいてぶっぱしてくるよね。さあ通常で押さえておいて即、あ全部即アーツね。え、ちょ痛い、今受けるか。タックル回避から射撃打っておいてメイン切っちゃうか。おお、なんで回避しとるん。さあ確定ですね。さあこれで50法くん落としたんで、あとは極ベジくんで完封できるでしょう。痛くて跳ねまして即発いっちゃいまして、オッケー入ったんで極ベジで落としていきましょうって言おうと思ったけど、ちょっと強いね君のユニゲね。特殊切っちゃうか。で多分クイックアタックなんで押さえておいて、うーんそうだよね、まあ一回通常で押さえておこう。サブラベジ一回経由して LF 決めたいの。オッケー回避見て、いやー決まっちゃった、落ちちゃうよね。そうだよね、まあ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 、極ベジ君の超火力は見せることができたんでよしとしましょう。さあ来ましたね。お相手さんはアルハン合体ですね。さあよろしくお願いします。ハラパン行っておいて射撃打って通常で押さえておいて、うまそうこの人ハラパン。どうしようかな、タックル当たっちゃった。まあ受けよう。あ気力現象もったいないけど、まあしゃあないかこれは。さあ跳ねましてタックル回避いきましょうか。射撃打っておいてアーツいっちゃおう。おなんかなんか入ったぞ。さあここは一回カバチェン向こうのある50法くんでいいかな。で使わせよう、跳ねまして通常ね、タックル読みいっちゃう。これはノッキ、なんか入ったぞこれは。一体落ちます。ブラベジ経由乗ってるんで絶対に行きますね。さあアルハンステはすごくでかい。はい、これが紫染めの火力です。もう射撃打っちゃ、あー最速取られちゃった、ごめんなさい、許してください。うわそれやばいかも。極ベジ頑張れゴキブリ、お前耐えたら英雄だぞこれ。ジョーカーサブロー、うわ、え耐えた、偉すぎ。あーもう死んじゃった、横尾滝しだるいって。あーついっちゃう、あーなんか遅れたわ。まあまあまあユニゲで受けよう。うわ最悪や、ワンパン返しされたんだけど。さあハラパンいっておいてタックル、タックル、あーついっちゃう、あぶね、よかった必殺コンクて、あぶね。タックル回避、射撃打っておいてアーツ行くか、通常ね、特殊切ってよし、びっくり見えたんで確定反撃です。でかいよ、弾ないな、気絶ワンチャン狙いに行くか。さあ頼む、ザマスでか、頑張れ、よいしょ、え本当に引いた、マジで神です、クソでかい。さあ連続で打っておいて、よし落としていけると。ここまずいぞ、集中しよう、痛い、あー怖い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 、射撃撃てないな、こっちで撃つか。 OK 場に使ったんでこれで勝ちですね。いやザマスにワンパンされるか紫染めでも。
まあまあまあ、最悪キラーもあるからな、しゃあない。さあ、来ましたね、お相手さんは。GT にアルハンをぶっ込んだって感じですね。さあ、よろしくお願いします。離れましょう。打撃キャン振っておいて、タックル回避行きましょうか。回避見て圧。いや、今特殊でよかったな、ミスったな。おれ！お、うまい！いいぞ。今日ドカバキ調子いいかもしれません。さあ、とりあえずここは50砲組んで殴っていきましょう。外しちゃう。していきまして、オッケー、そっちが出てきたのはでかいぞ。さあ、必殺いっちゃいましょう。2枚吐き。え、なんで、なんで元気玉で受けてこない、死んじゃったよ。危ない。通常で抑えておいて、前ダッシュ入れない系男子ね。跳ねまして、跳ねまーにゃん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 、始まりましたよ。まあ、気力減少で止まるでしょう。あ、そっち出てきたら止まんないかも。これチェンジゲージもらなんかすごい気だめしてる。反転しちゃって、もうこれ即行くか。特殊読み、ニア即回避ね。まあまあまあ、しゃあない。まあ、ゴキブリ組んで受けていきましょう。は、早すぎやろ。ワンコンじゃね、ワンコンでしょ、ほぼ実質ワンコン。まあまあまあ、しゃあないな。さあ、ここはメイン読みしとこう。跳ねまして、跳ねまして、2連回避読みかい。メイン切ってくるかな。外してきた、でかーい。さあ、速圧が入っていきまして、ゴジフォー君で殴っていきましょう。ただどっちも踏ん張りあるし、状態強化消去あるな。うわー、強いそれ。さあ、通常で抑えておいて、神の特殊跳ねまして、オッケー、最速回避です。そんなぶっぱしてたら最速取られちゃうよ。さあ、外しちゃいます。していきまして、さあ、これはほぼ勝ちでしょう。紫染めなんで、マジで火力やばいです。よし、連続で打っておいて、メイン切るか。さすがにこれは落とせないのか。さあ、これはもうずらし究極いっちゃいます。まあ、避けられちゃいますけど、バニも使ったし、ライジングもないんで勝ちですね。はい、さようなら。ついてこれるか。あ、バニ回復だ、忘れてた。んー、まっけど、またバニ使ったよ。跳ねまして、オッケー、最速回避なんで今度こそ勝ちですね。危ない、火力やばすぎ。さあ、よろしくお願いします。お相手さんは身勝手合体ですね。射撃打っておいて、おお、跳ねるんか。よし、入ったぞ。え、強っ。え、振り向こうないのにこの火力、魔人子。回避見て射撃打っておいて、跳ねまして、即回避読みしちゃいます。オッケー、入ったぞ。さあ、ここはゴジータフォークンで殴っていきましょう。さあ、交代禁止入れておいて、よし、キャラチェーンしてきた、でっかい。まあ、これは一回使わせましょうか。よし、 HP 半分以下も使わせたかな。さあ、跳ねまして、痛くてタックル回避から2連回避、通常ね、特殊別班。お、そっちが出てくるんか。さあ、跳ねまして、跳ねまして、射撃打ってくんの。あ、怖いね、直立不動や。さあ、離れまして、これ反転したいな、早いところ。射撃は操作いい。さあ、通常で押さえておいて、ベジブルチェンジしてこい。そっちか、めっちゃ残してくる。通常で押さえてくれる、これは反転しちゃおうか。打撃キャン振って、え、マジでベジブル一生出してこないこの人、なんで、怖いんだけど。あ、やばい、キャラチェーン回避、交代ムーブ、回避見て射撃、必殺でいいね。よし、入って、入ってねえわ。おら、オッケー、クソでかいぞ、これ勝てたのは。さあ、究極打って気絶狙いましょう。ギャリックハー、いや、引かない、ただクソ強くね。さあ、腹パンいって、危なくて、キャラチェーン回避、交代ムーブ。あ、待って、これベジブル来そうなんだけど、やばいやばい、助けて助けて助けて、ベジブル来ないで。んー、タックルかぶせちゃった、ベジブル来るぞ。来ないんかい、即回避読みでした。それはゴックベジで受けよう。いいよ。さあ、有利属性なんで全然効かないはず。よし、いいぞ、タックル回避行こうか。跳ねまして、痛くて、おお、射撃打ってくるんや。
腹パン行って、もうかぶされてもいいんで射撃撃っちゃいます。で通常で押さえておいて、一生ベジブル出してこない。何この人、タックル回避行きたい、お願い。いや反応してくんないか。通常ね、ベジブル出してこい、出してこねえぞ。一生打撃行くぞ。オッケー入ったんで、さあゴジホーくんの特殊行きましょう。よし、身勝手出してきたんで、これはライジングでいいですね。でここはコンボもらってもいいんで居座ろうかな。よし、パニー回復しそうじゃないか。あー進化った、あぶねえ。でかいよ、回避見て行っておいて。何をしてるの君は。てか結局さ、この人最後までベジブル出してこなかったんだけど、忘れてたでしょ絶対。アーツ消化しておいて、オッケー、なんか入ったんで、これはいけるはず。 LF さあ反転してアーツ持ってきましょう。で特殊を打つことによって必殺も持ってきます。よし行っちゃいましょう。ということで今回は現代バージョンの紫染めを使っていきました。専用フラグの基礎なし分はなくなってしまうんですが、それでも十分すぎる火力は出てましたね。ご視聴ありがとうございました。なんとかなったみてえだな。所詮俺たちの敵ではない。